しょうか。始めまーす。はい、よろしくお願いします。なし崩し的に始まってしまいました。これ、ありがとうね。美香ちゃん帰ってきて、斎藤一人特別です。あ、お母さんね。あ、お母さんね、お母さんね。こっちの絵は美香ちゃんか。ありがとう。これ、ちいちょうね、見せます。はい、これね、絵を。はい、ありがとうね。特別です。鈴木達也、講演会。だんだん良くなる未来ばっかり。ふわふわ、犬がいっぱい書いてありますね。ありがとうございます。ありがとうございます。じゃあ、改めて自己紹介ね。斎藤一人特別ですよ。鈴木達也です。よろしくお願いします。お願いします。ありがとう。素晴らしい。もう皆さんの拍手で、もうね、盛り上がってまいりました。それで、まあ、拍手がね、出たついで、ちょっと皆さんにお願いしたいことがあるんですよ。まあ、マルカンのね、講演会、誰かの出たことある人に聞いたことあるかもしれないけど、マルカンの講演会では、うなずきは大きく。うなずきは大きく。拍手は大きく。そこにさらに俺はちょっと輪をかけて、うなずきは首がムチ打ちになるぐらいまで振ってください。そして、拍手は手が腱鞘炎になって、手のひらが腫れるぐらい叩いていただいて、笑うとき顎が外れるほど笑っていただくという。まあ、それは冗談だけど、それぐらいオーバーアクションで、楽しくやっていただきたいなと思って。救急車本当に、講演会に来て救急車騒ぎがね、起きる。まあ、それは冗談だけど、まあ、とにかく楽しくね、聞いてください。それと、いや、ちょっとこの話はね、後でします。ちょっと衝撃的な話するから。なんだって。まあ、どうせ大したことじゃない。いや、ね、私の講演会は、楽しいが8割。そしてためになるは2割です。ただ最近はちょっと2割も怪しいです。いや、それでね、今一番最初に、まあ、ちょうど話が出たからね、まあ、ひとりさんとドライブシリーズもたまには聞きたいだろうなと思って、まあ、花井さんとかもね、話してくれたりするけど、まあ、俺の場合なんかひとりさんとドライブはね、楽しいドライブの方なの。そうだから、すごいこう、笑いがいっぱいあるというか、よくひとりさんとのね、なんかじゃあ楽しい会話教えてくださいって言われるんだけど、普段の会話とか忘れちゃうのよ。いきなり話すとか言っといて忘れるとかって、どっちなんだよみたいな話なんだけど。ただ、今のお店シリーズ、ちょっとさ、講演会始まる前にチラッと言ったけど、本当にひとりさんってさ、いろんなお店に行って、普通だったらさ、面白くないところも面白くこう、なんてしちゃうのがひとりさんっていう感じかなと思って。でね、じゃあ、よくお気に入りの定食屋さんとかがあると、結構そこには豆に通ったりはするのよ。やっぱドライブコースにちょうどあるから、お昼とかもかかってさ。で、前面白かったのは、茨城の方走ってたの。そしたら本当に田舎だから、定食屋さんとかもないのよ。結構あんまないっていうか、あったとしてもやってた形跡はあるけど、今やってないとかっていうところがあって、結構そういうところが多いのね。で、ひとりさんがね、すごいお腹空いちゃって、この辺の人はね、外でご飯食わねえんだとか。いや、ひとりさん、そんなことないと思う。でも、それぐらい見つからなかったんだけど。まあ、それでもね、まあ、なんとかご飯屋さん見つけてとかってやってたんだけど、で、まあ、そこのご飯屋さんに入りました。で、まあね、なんていうかね、いわゆる地元でやってる定食屋さんなんだけど、まあ、なんていうかな、まあ、良くも悪くも、まあ、流行ってもいないけど、なんつう、まあ、そんな好きすぎてもいないみたいな、まあ、普通にお客さんが入ってるっていう感じのところ、まあ、そこお気に入りで結構行くのよ。でね、そこに、なんていうかな、お母さんっていうか、多分、ご主人さんがいて、そこの奥さんなんだけど、お店に出てるのよ。で、向こうはね、なんか我々がさ、すごい怪しい人だと思ってるわけ。まずなんか、だってさ、いい大人がさ、昼間からブラブラ、で、結構豆に来るから、なんだこの人たちは、思ってる、仕事してねえのかなとか、いろいろ思ってるわけよ。いや、それでね、まあでも、まあそうやって、なんか気さくな感じで最初喋ってたら、いや、なんかほら、大体話のきっかけってさ、まあこっちからするんだけど、ケーキどうですかとかさ、お店ね、繁盛してるみたいな感じで聞くと、やっぱり、まあ、今言った通りだから、正直そんなに良くないんじゃない？良くないから、いやー、こんな時代だからとか、いや、良くないですよとか、もう不景気で参っちゃいますみたいな感じで、よくほら、じゃあ一人さんたちって地獄言葉みたいな言葉聞いた時って、どうしてるんですかって質問も結構あるんだけど、特にね、どうもしないです。
すごいニコニコ。俺たちは別になんかそのなんかお母さんがあのすごいもうケーキでとかなんとかって言ってもなんか俺たちお昼おいしいでとかねあの乾杯やって全然なんかねいや話はちゃんと聞くけど、まあ、その雰囲気に飲まれてないっていうかそうなんだみたいな感じでその後が乾杯やって聞いといて、そう。いや、話聞いてないって感じじゃないよ。ちゃんと話は、そう、大変だね、みたいなニコニコしながら言うんだけど、ニコニコしながら言うんだけど。いや、それでね、いや、何が面白いって、やっぱり、そういうこと言ってる人ってさ、ちょっと老けた感じ。なのよ。いや、わかんないよ。年いくつですとか、そういう失礼なこと聞かないからね。聞かないから、わかんないけど、やっぱり、疲れた波動が出てて、やっぱちょっと老けた。感じがするわけ。でさ、まあ、ひとりさんがね、車に戻ってきてさ、なんかニコニコしてね、今日もね、バッチリ決まってたなとかって言うわけ。え、何がって言ったら、いや、今日のメイクって、と思って、したらね、って、ひとりさんが急に話し出すわけ。あの人は、本当は二十歳なんだってわけ。いや、二十歳それで、あれを老けメイクなんだって。老けで、今日もバッチリ老けメイクが決まってたってわけ。あんだけねってあの雰囲気とあのメイクはなかなか出せないよとかねいやそれは楽しくね言ってるだけであって俺たちはその人のことねなんか変な風に言ってるとかって話じゃないんだけどそういう何でも楽しい会話にしちゃうのよ。何でもひとりさんってなんか本当になんていうのかな、あの地獄言葉ばっかり言ってとかそういう感じじゃなくて別に相手が地獄言葉言ってようが何しようが全然俺たちは気になんないのよ。でも普通だってみんなそうじゃない。だって俺たちはさ天国言葉言おうよとかいい言葉話そうとかね愚痴泣き言言わないようにしようみたいにそれは知ってるけどさ、だって初対面で会った人がさ天国言葉言いないのかいいとかなるしさ、また向こう俺たちのこと怪しい人だと思うそんな怪しい人なんか教えられたってこんなんかインチキだな間違いないよね、そう。そう、だからさ、そんな感じで、ドライブもね、すごく楽しいのよ。でもね、なんて、ひとりさんってね、ほんと商売人だなって思うんだけど、ひとりさんって、やっぱお店入るとね、ここはこうすればもっと売れるなとか、結構やっぱ商人頭ですぐ見るわけ。そう、でも、じゃあ、そんなね、分かってるんだったら、すぐ教えちゃえばいいんじゃないのかなと思うけど、絶対教えないのよ。それは別に、教えるのが嫌だとかっていう話じゃないの。なんでかっていうと、例えばさ、相手がじゃあね、斎藤ひとりさんって言うと、納税日本一で商売の神様みたいに思ってる人もいるかもしれないじゃん。そしたら、その人がもしひとりさんのことを知って、なんかこうやってやりなって言われたら、なんかそういうふうにやらないといけないって思っちゃうじゃん。だからそういうなんか強制的なことは絶対したくないのよ。それで前ある時ね、ラーメン屋さんに行ったの、ひとりさんと二人で、なんか道端先生がなんか小川淳也さんかなんかのあれ見てる時に、ひとりさんをなんか俺とドライブ行こうって、別にそれは、いやなんか俺ひとりさんじっとしてられないからさ、その2時間とか入るさ、小川さんのね、あれはあれで素晴らしいけど、あそこにほらじっとね、待ってるっていうのはどうしても苦手だから、ドライブしてた方が気が楽だからっていうね、道端先生には見ててもらって、俺と二人でドライブして、そう、行くんだけど、まあ、その間、ちょうどお昼とかになるわけよ。そしたら、なんか、ラーメン食べようって話になって、二人でね、ひとりさんがラーメン食べたいって言うから、じゃあラーメン屋さん、ここはラーメン屋さんあったって言って、そこパッて入ったのよ。で、結構小綺麗な店だったの。で、あ、いいお店だね、みたいな話なんだけど、お昼なんだけど、ちょっとあんまり混んでなかったのよ。全然、でもひとりさん空いてる店好きだから。いや、それでね、入ったんだけど、で、食べたんだけど、まあ、味は、まあ、良くも悪くも普通。そうで、良くも悪くも普通で、なんていうのかな。まあ、でも、なんていうのかな。悪くはないけど、まあ、並ぶレベルじゃないかな、っていう感じのお店だったのね。その時にひとりさんがお店から出た時に、あ、ここは、もうちょっとこうすれば、売り上げって絶対伸びるよ、みたいな話は知ってたんだけど、ただ、あ、じゃあ、なんかそれお店の人に教えてあげればいいんじゃないのかなって思うんだけど、でもそういう話絶対言っちゃダメだよって逆に言うの、ひとりさんが。もし俺がそうやって言ってたって後で分かっちゃったら、すごいなんかそうしなきゃいけないって思っちゃうから、絶対言っちゃダメだよって必ず言うのね。で、だから俺たちは、斎藤ひとりご一行って黙ってたの。俺も。もちろん。で、
まあ、なんつうかな、バレないようにしようみたいな感じじゃないけど、まあ、一応俺たちが、だから斎藤ひとりさんっていうことは、黙ってよ、黙ってよってか、わかんないようにしようねって言ってたの。で、でも俺たちが、必ず夏、行った時に、必ず注文することがあるのよ。そこの店のラーメン、ちょっと薄いのよ。薄い。だから俺とひとりさんが、ちょっと濃いめにしてっていうわけ。じゃあ何回か通ってるうちに、濃いめですよねって、向こうから聞いてくるようになった。まあそれはいいんだけど、ああ、じゃあ濃いめでお願いねっていう感じで、まあ濃いめのね、味が好きなんだけど、で、それでね、まあ、なんつう、帰りにね、ごちそうさまって帰ろうとしたら、なんかね、斎藤ひとりさんっていつもありがとうございますとかって言うわけで、俺とひとりさんの顔見合わせて、あれって俺たち名前名乗ったっけみたいな感じで帰り車の中で言ってたの。いや、ほら、その場ではね、なんかありがとうっていう感じで帰ってきたんだけど、車の中で、あれひとりさん、なんか俺たちってお店で名前言ったっけって言ったら言ってないよな、みたいな話になったわけ。なんでバレたんだろうねって思ったの。そしたらさっきも言ったようにさ、お気持ちって置いてくるじゃん。で、お金ってさ、裸のまま置いてこないじゃん。やっぱ封筒に入れんのよ。その時に封筒に斎藤ひとりってシールが貼ってあった。お前の、で、向こうは、多分調べたんだと思うんだよ。なんか調べて、なんかただもんじゃない二人組が来て、なんかね、雰囲気がちょっとね、普通の人じゃねえ、みたいな感じで、調べたんじゃない？斎藤一人で出てきた、納税日本一とかさ、いろいろ出てきた。あ、すげえ人来たじゃん、みたいな。そう。やばい、やばい、そう。でも、さっきも言って、ひとりさんって絶対こうしたら売れるよとか、こっちから言わないの。そう。で、じゃないと、なんていう、強制したみたいな感じになっちゃうから、絶対そういうこと言っちゃダメだよって必ず言うよ、そういうことは。そう。だから、まあ、そんなのが、まあ、なんつう、せっかく話が出たからね、ドライブの話でさ、俺のいつものくだらないシリーズは言ってるんだけど、時間の関係でカットしたりとか。いや、多分時間あるかな、時間わかんないけど。いや、せっかくだからね、俺のくだらないシリーズを話。いや、ね、この話は、まあ、たまにしてます。あんまね、たまにしてるんだけど、まあ、達也くんがどういう人かって分かってもらうためにね、してるんだけど、ね、昔、まあ、なんか、ま、いろいろ経緯は省くけど、おじいちゃんがバイクを買ってくれた。バイク。でね、そのバイクがすごいバイクで、なんとね、ブレーキが効かないのよ。そう、ちゃんとバイク屋さんで買ったんだよ。そうだよ、そのバイク屋さんにちゃんと言いに行ったのに、うちはちゃんとしてるとかって言われて、うちの責任じゃねえとかっていろいろ言ってたんだけど、そのバイク屋もうちの親戚だったんだけど。もうダメすぎると思って。いや、まあそれはいいんだけど、普通ブレーキ効かないバイクって危ないじゃん。でね、何がすごいって、両方効かないからね、前と後ろ。普通前だけ効くとか後ろだけね、効くとかあるじゃん。両方効かない。両方スカスカなの。で、だから止まるときはどうするかっていうと、ちょっとアクセルを緩めて、足で止まる。ガーって。減るよ。そしたら、靴の裏に穴が開いちゃうの。でね、アスファルトって冷たいんだなって。思ったわけ。それはいいんだけど、あるときそのバイクを乗ってて事件が起きたのよ。ね、今言ったように、ブレーキ効かないじゃん。で、おっきい道走ってたの。で、その時、確か教習所に行く友達と二人で乗ってた。まあ、本当は二人乗りでいいか悪いか別として、二人で乗ってたかもしれません。まあ、それでね、二人で乗ってた時に、なんか、前の車が、なんか、左側にステーキ屋さんかなんかがあったのよ。で、まあ、ブーンって来て、本当にその車も急にウインカー出して急に曲がったの。まあ、急に曲がったから、まあ、俺たちも普通だったらブレーキかければね、どうにか回避できたかもしれないけど、今言ってブレーキ効かないんですよ。だから俺たちは、もうなんか叫びながら、わーって言いながらね、ドーンって突っ込んじゃったわけ。そうで、突っ込んじゃったの。でも、まあ、バイクだからね、まあ、50cc とかちっちゃいバイクだったから、まあ、そこまで向こうも、まあ、そんなボコボコとかって感じじゃない。ただ、こっちのバイクはボロボロ。こっちのバイクはボロボロになっちゃったんだけど、で、そこでね、まあ、ぶつかった相手がサラリーマンみたいな人だったわけ。そしたら、なんかすごい、まあまあ、怒るのはわかるけどさ、お前らね、こんなことしてタダで済むと思うのよ、みたいな、なんかすごいことをいきなり言い出したわけ。なんか随分なんかね、ぶつかっただけで強気だよな、みたいな。で、俺たちもそのサラリーマンに向かって、ふざけんじゃねえとかっていろいろ、ぶつかっといてそうなんだけど、また友達も教習所帰りだから、なんかウインカーは何メーター前から出してとか、お前今それ教わってきたことじゃんみたいな、今授業でやってたよねみたいな、
な、それ何メートル前か出してないでしょうとか、何前それでいいんだけどさ、そんな感じで俺も二人でそのサラリーマンに向かって言ってたわけ。そしたら、ちょっと待ってろとかって俺ね、ここで取引先の人とね、仕事があるんだみたいな感じで、で、なんだあいつとかってなんかね、なんか感じ悪いなみたいな感じで友達と言ってたわけ。そしたら、取引先の人を一緒に連れて降りてきたのよ。そしたらなんかでもすごい向こう怒鳴ってるんですよ。なんで何やってんだみたいな感じで。で、俺はなんかその瞬間に、あ、これはなんか本物のヤクザさんだと。だからそのサラリーマンみたいなやつが強気な意味も分かったんだよ。そう、それで、あ、これはと思って、まずいって俺の中で思ったのよ。で、このまま、多分あのサラリーマンを責めても、多分部が悪くならこっちだと判断したのよ。俺の頭の中で判断して、それで、もう急に友達に向かって、お前ちゃんと見てねえから悪いだろ。いや、俺は心の中でごめんなさいしてだよ。ごめんなさいして、そしたら友達が、みたいな感じで、とか言って、まあダメじゃねえかよみたいな感じでさ、まあそいつが運転したからなんだけど、ちゃんと見なきゃダメじゃんとかって言って、何がでもまずいかって、そのヤクザみたいな人が出てきたら、なんかさ、すごい気がね、弱いやつだとさ、自分のバイクがブレーキ効かなかったんですが、言いかねないじゃん。こいつに何も喋らせないようにしようと思って、全部俺がこうだと、お前ダメじゃんみたいな感じで言ってたら、なんかそしたら、そのなんかヤクザみたいな人がじっと様子見てて、もう弱ったとかってね、お前ら仲間らはやめろみたいな感じ。で俺としてはそこで白人の演技をしなきゃいけないわけよ。そうでね、でここはねって、じゃあ俺にね任せてもらっていいかみたいな感じになってきたわけで、なんか向こうのサラリーマンの人はみたいな顔してたわけ。なんかとかって話が違うみたいな顔してんだけど、でいいかってそのサラリーマンの人にも言ったら、なんかもうとかって、なんかすごい渋々な感じで言ってるわけ。で、俺たちなんかもちろん依存ないから、いいですみたいな感じで言って。でね、したら、これは、どっちがね、いいとか悪いとかないとかっていきなり言い出したわけ。で、あ、なんかいい流れになってきたと思って、俺は心の中で一瞬思ったんだけど、だから、なんかそれぞれ、なんか自分で直すってことでいいかみたいな感じになったわけ。それで、俺としては願っても叶ってもないわけよ。ただブレーキの効かないバイクだし。そんなのは直すもクソもないわけよ。だから、俺が何しやったと思いながら、いや、もう依存なんかありませんとか。それで、向こうのサラリーマンを、みたいな感じで。でもなんか、みたいな態度したら、そのヤクザみたいな人が、俺の言うことは分かんないのかみたいな感じですごい怒られてるわけ。だから、そうですね。いいです、みたいな感じで。まあ、一見落着までいかないけど。で、それで、ことなきは言ったんだけど、まあ、そしたらその後ね、そのヤクザみたいな人が、お前らね、飯食ったんかとかって言い出したわけ。いや、食ってません。とかって。じゃあね、時間あるかって言うから、でその時にピンと来たの。いや、時間があるって言ったら絶対ここで飯食ってけって言われるなと思って。で、俺はなんかまたそこですごい調子に乗っちゃって、いや、実はこの後友達とご飯食べ行く予定だったんですよ。ないんだよ、その予定。ないんだけど、友達とね、ご飯食べに行くんですって、ああ、そうかとかって、じゃあこれで食ってこいって1万円もらったわけ。で、もちろん、そのお友達を奢りました。ごめんなさいをして、あの時はそうするしかなかったんだよって言って。すごい。いやでね、まあいい悪い別として、その人がなんでヤクザかって分かったかっていうと、帰りに名刺くれたのよ。そしたら思いっきりヤクザだった。すごいヤクザだった。結構。いや、それはいいんだけどね。まあ、っていう楽しい思い出があって。そうでね、この話なんか役に立つんですかってよく聞かれますけど、何の役にも立ちません。ただただ楽しいだけの話。私の自己紹介も込めてね。いや、それが自己紹介でいいんでしょうかってたまに言われるんだけど、いいんです。みんな、斎藤ひとりさんの特別弟子って言うと、ものすごくね、立派で、ものすごいね、なんか、なんつうお勉強家みたいな、なんか間違ってイメージを抱いてる人がいるのね。もうやめていただきたいの。そう、それよりも、ひとりさんの特別弟子は、あ、だから特別なんだなって。違う意味で違う。多分、俺的には、
いや、なんでね、ひとりさんと一緒にいるようになったんですかとか、なんで達也さんだけ特別弟子なんですかってよく言われるんだけど、俺はね、俺はこう思ってんの。多分神様が、多分達也くんはひとりさんと一緒にいないと危ないんじゃない間違いない間違いない間違いないだから、ひとりさんと一緒にいた方がいいんじゃないのって。そうでもさ、それがね、すごく結果いいことになってるんだから、俺的にはね、もう自信満々ですよ。イエーイ、ね、イエーイありがとうございます。で、じゃあね、このくだらない話は終わりなんだけど、いや、みんなにね、ちょっと衝撃的なお話をしようっていう話をね、するのは、あのね、普通講演会って、ためになる話とか、なんか勉強しに来ようと思うじゃないですか。あのね、まあ、これひとりさんにもちょっと言われたんだけど、達也の講演会はためになる話しなくていいんだってわけ。ええとかどうじゃん。普通講演会ってさ、ためになる話聞くとかさ、勉強しに来るって思うじゃん。違います。じゃあのね、楽しければいいの。で、やっぱ人ってさ、楽しいところに集まるじゃん。いや、だからって何のためにもならないってわけじゃないよ。さっき見て2割分ぐらい話すよ。でも、やっぱり楽しい方がいいと思うのね。そう、だから俺たちはやっぱ楽しい方が重要だと思ってんの。正しいより楽しいね。そう、正しいことは他の団体がやってくれます。私の仕事ではありません。だからためになる話だって、だって変だし、ためになる話さ、何回も聞いてれば覚えちゃうじゃん。別に俺の講演会来て聞く必要もない。言い切っちゃうけど。そう、それよりも、まあ楽しい方がいいじゃん。楽しくって、ちょっとだけためになる話。ちょっとだよ。期待しちゃいけません。で、そこを狙ってるっていうか、でもやっぱり、なんていうか人ってさ、なんていうか楽しいことに、なお金っていうかね、体験したいっていう、うん、生き物なんじゃないかなって俺たちは思うのね。よく人ってさ、なんか今までに楽しいことを、なんか、3つぐらい挙げてくださいみたいに言われると、大体なんか自分がなんて楽しかった経験とか、なんかすごく頑張って資格取ったこととか、そういうことを挙げるんだってね。だ要は楽しい経験をみんな求めてるし、思い出に残ることってそういうことだと思うのよ。で、多分ほとんど、ね、ほとんどの人はそうだし、誰もね、なんかためになる話を聞きに行ったことが楽しかったですから、誰も言わない。で、それはいいの。で、別にためになる話がいけないって言ってるわけじゃないんだよ。何回も言うけど、よその仕事。ためになることは、他のところはね、言ってくれるからいいの。大丈夫。いや、それ、でも、何回も言うけど、経験じゃないんかな。人はさ、楽しいっていうところにね、やっぱり行きたいと思うし、丸カンのお店だってこの中にやってる人もいるしさ、なんかお店やってるとか商売やってるっていう人もいるかもしれないしね、やっぱりそういう人でもお店にただ買い物に行くっていうよりも、そのお店が楽しいところだったら多分行きたいと思うんだよ。どんな遠く離れてても。だから、なんつよく丸カンのね、商売だったら、ただ物を売るんじゃなくて、そこがすごく行ってね、楽しいところとか、心が軽くなる場所だったら、絶対さ、ね、もちろんそこに行ったんだったら、そこで商品あればそこで買うってことにはなるんだろうけど、やっぱり、人は楽しいところに行きたいし、なんつうか、やっぱ楽しい経験をしたいって俺たち思ってる。だから、どんな仕事でも、なんつ楽しい経験をしたいんだっていう軸に考えれば、すごくね、なんかいろいろ見えてくるものってあるんじゃないのかなと。だから俺の講演会も、正しいより楽しい講演会にしちゃう。そう、正しいのは何回も言うけどね。ありがとうございます。拍手出ちゃったよ。そう、だから、それをね、本当に、まあ、今までも楽しくやってたけど、さらに加速してやろうかなと思って。そう、だからためになる話はぐーっと減らして。そのうち、ひとりさん直伝って書いてあるんで抜かなきゃいけなくて。それは冗談だけどさ、ちゃんとひとりさんから聞いた話もちゃんとするからね。それも、まあそのひとりさんの話でも楽しくお伝えできたらいいなと思ってるのね。そう、だから、真面目さを期待した人はね、ちょっと期待外れになっちゃうと思う。最初からごめんなさいね。謝っておきますが、さ。そう、という話。だから、まあね、ある意味講演会に来てね、ちょっと衝撃的かもしれない。普通だって講演会に来たらためになる話をね、普通してもらうっていうふうにみんなの常識の中であるじゃん。違います。っていう話でした。ね、以上。
いやでもこれもね、ひとりさんでちゃんと教わった話だよ。そう、人は楽しいこと求めてるんだよって、経験したいのも楽しいことなの。そう、だから、本当にね、なんつう、正しいことだったらね、別にさ、いくらでもね、みんなやってるところあるじゃん。それよりも楽しいところをね、目指せばいいんじゃないって話。来た人が楽しくなるように考えればいいよって話ね。じゃあ次の話ね。じゃあね、この話はいい話です。心のアマテラス様。で、いきなりためになんない話とか言いながら、みんな期待してるでしょ？違います。ええとか、みんな、心のアマテラス様とかで来た、そうかーって心にアマテラス様を置いて、なんかすごくね、気持ちが良くなるんだ、期待してるでしょ？全く期待外れですからね。心のアマテラス様ってどういう話かっていうと、みんな、心にアマテラス様を置きなって、そこまではすごくいい話なんだ。ただ、じゃあひとりさんの心のアマテラス様教えてあげるから。ひとりさんの心のアマテラス様は、色白むっちりティーバッグです。みんなこれを正しいってなっちゃうと、あ、心にアマテラス様かって、ちゃんと心にアマテラス様を置いて、すごくね、いい気分になればいいんですね。楽しくなくね。いや別に、それは楽しいんだったらいいの。別に俺たちが、それで楽しくなるんだったらいいよって。でも、もう俺もひとりさんも、ちょっとぐらいお下品な方がいいな。そう。なんわかんない。俺個人的に心にアマテラス様置いても、なんかあんま楽しい気分にならない。ひとりさんもそうだよ。で、これってどういうことかっていうと、自分の心の中に人工の太陽みたいのを置くのよ。そう、そうすると、要は例えばさ、人って、社会に出ると、マルカンにね、来たりさ、マルカンの人たちってすごくいい人たちだし、すごくいろんなね、自分のこと褒めてくれたりとかさ、すごくいい集まりなんだけど、ただやっぱ社会に出るとさ、嫌なこともあるしさ、会社のね、上司とかさ、クソジジイとかいっぱいいるじゃん。クソババアもそうだけど。いるじゃん。心の中でこのクソジジイとかさ、このクソババアとか、思う人はいっぱいいるじゃん。で、やっぱそういう時にさ、自分の気持ちって怒っちゃうでしょ？そしたら、その時に、その心のアマテラスさんも思い出してほしい。ちょっと自分でプッて笑っちゃうぐらいの方がいいのよ。また真面目な人は、この心のアマテラスさんも教えてさ、色白むっちりティーバッグなんだよって言うと、私は女なのに、色白むっちりティーバッグ思い出しても、何も楽しくありませんとかで真顔で言うんだよ。って、それひとりさんはって言ってんじゃんって。そうで、みんなのアマテラスさんも持てばいいんだよ。そうだから、ちょっとぐらい下品だとすると、ちょっとこれは例だよ。例えばみんなが好きな K-POP のアイドルとかいるじゃん。ふんどし姿にするとか。要は何回も言うけど、ちょっとぐらいお下品な方がいいです。要は考えて楽しくなっちゃうことの方がいい。ちょっとプッて笑っちゃうぐらいの方が、絶対気持ちが軽くなるっていうか。で、また、別にそのアマテラスさんはさ、じゃあみんな発表してくださいってわけじゃないんだから、ちょっとぐらい下品だっていいんだよ。あなたのアマテラス様何ですかとかって言ってさ、別に発表するわけじゃないじゃん。だから、それは全然ね、構いません。自分が、ちょっとお下品かなと思っても、全然構わないです。だってひとりさんだって色白ムッチティーバッグなんだよ。そう、あとエロ本とかね。そう、だから、みんなは、真面目な人はね、心の余ってらっしゃってます。あ、すごいいい話なんですね、とかっていうのが、俺たちはそういうの求めてない。ひとりさんも俺も、ただ、わからなかったら、あ、そっかって、ひとりさんはね、色白むっちりティーバッグを思い出すとね、心のアマテラス様ってね、途端にね、気分が良くなっちゃうんだなって、思うのを思っても、それを心のアマテラス様にしてもいいよ。要は楽しくなること考えな、ここにね、置いときなって話なのね。それ真面目な人は、すぐアマテラス様置きましょうとか、神様をここに置いてとかって、いや、別にいいよ、それは。でも楽しくねえんだよ。そうだから、俺たちは何回も言うけど、正しいより楽しい、マルカンでは。で、本当にそれがすごい重要だと思って、それを、ひとりさんの教えをね、言ってる俺がさ、全国こうやって回ってんのにさ、やっぱ俺が正しい方に行っちゃったら、やっぱ正しいなんですよねってなっちゃうじゃん。もうダメです、それは。だから、本当にね、本当、プって笑っちゃうぐらいの楽しいことをね、心の中に置いといてねっていうのが、それは心のアマテラス様。何回も言うけど、人工の太陽みたいなもんだから、
すぐね、機嫌が良くなっちゃうことをね、自分で考えればいいんだよっていう話。この話難しい。なんか私はできなそうだなとか、何回も言うけど、最初分からなかったら、色白むっちりティーバッグのことをね、思い出してる一人さんでもいいよ。そういうところから始めてみて、練習だと思って。で、そこから自分なりに、なんかこう、さっきも言ったけど、K-POP のね、大好きな韓流スターの、ちょっと半ヌード写真とか。それを思い出す。要は自分がね、嫌なことでも何でもあった時に、すぐ思い出したら、なんか、すごく気分が良くなっちゃうことを、いつも心に持ってるのが心にアマテラス様なんだよって話なんだけど、この話どう？難しい？大丈夫？以上！いい話でしょ？いい話でしょ？2割分ぐらい話したと思うね。じゃあね、次ね。これもね、ちょっといい話の部類に入るかもしれないね。まあ一応ね、講演会払った分ぐらいちゃんとお話します。なんだそのやる気ない感じだった。冗談ね。まあ自分の機嫌は自分で取るって。まあ昔からひとりさんこれ言ってるじゃないですか。でも、ね、じゃあこれ自分の機嫌を自分で取るっていうのはさ、まあみんなね、すごくそれは分かってると思うんだけど、なんていうかな。やっぱちょっとね、すごい重要だっての覚えておいてほしいの、この話が。で、どういうことかっていうと、じゃあね、そうだな、機嫌がいい人と悪い人で、まずお話しするね。機嫌がいい人と悪い人がいたとします。そしたらこの悪い方の人の話からするから。機嫌が悪い人ってさ、簡単に言うと、そうだね、みんなよく丸カンで波動って話するじゃないですか。波動って何ですかっていうと、俺たちやっぱよりなんか実用的な方がいいかなと思ってるから、分かりやすいように説明しようと思ってんのね。だから波動が、なんか色があるんですかとかいろいろ聞かれるけど、知りませんって。でも自分が好きなね、色とか、なんとなくこう感じた色でいいんじゃないっていうのが、それが自分にとって合ってる話なんでやったの。だから別にピンク色でも、金色でもいいし、ドドメ色でもいいです。なんだドドメ色って。まあとにかくね、好きな色でいいよって、正解とかないの。自分がいいなと思う色が自分の波動の色だって思ってもらっていいんだけど、で、ただこの波動の話なんだけど、よりなんかな、使える方が絶対いいから。でね、波動って、要は簡単に言うと機嫌が悪い。そうすると波動も悪いよねって。そう、だってみんなもね、どうですか？例えば、身近にね、わかんない旦那さんかもしんないけど、お家に帰ったらすごいね、なんかピリピリしてて、すごい機嫌が悪そうだった。その人見たときに、あーってうちの旦那って今日波動いいなって思います？思わないよね。思わない。だから簡単に言えば、機嫌が悪い人は波動もやっぱり悪いっていうか、良くないんですよ。ここまではわかりましたか？で、じゃあこの続きがあるんだよ。機嫌が悪い、波動が低い。そうなると、運も悪いです。わかる？だから絶対これセットなんだよ。それだから俺たちはものすごく損してるよって教えてあげたよ。で、この話を聞いても、自分はね、正しいことは間違いなくやっていきたいです。いくらでも言ってください、あなたの機嫌なの。あなたの機嫌が悪いか俺には関係ない。そうだよね。だから自分の人生なんだから。そうだから、もう機嫌が悪い人は何回も言うけど波動が低い。波動が低い人は簡単に言えば運も悪い。で、皆さんだって1月になって初詣とかね、行った人多いと思うのね。あれってさ、初詣行くのってなんで行きます？皆さん。いや、それは別に決まりだからとか。いつも言ってるからとか、あるかもしれないけど、でもやっぱり、運がね、良くなりたいとか、今年もいい運がね、もう自分、いい運でいたらいいなとか、まあ、そういう願掛けとかいろいろあると思うんだけど、とにかく、なんてやっぱ運をね、良くしたいっていう意味合いを込めていくと思うのよ。だって神社行くのに運悪くなりますよねって人いないよね。そうだから、やっぱり運が良くなりたいと思ってるよねって話。で、だとしたらね、その、要は自分の機嫌を自分で取るっていうのは、もうなんつう、1年365日、すごくいいね、波動のいい神社にね、行ってるのと同じぐらいとか、それ以上だな、の、そう、効果あるよって教えてあげて、だから別にどっかに出かけても出かけなくてもいいし、俺たちはなんつう、自分の機嫌は自分で取るって思ってると、常になんかその、すごい波動のね、高い神社と一緒にいるか、もっと言えばね、神様と一緒にいるみたいな感覚って言えばいいのかな、そう、ほんとそういうことで、いい話じゃん。めちゃいい話じゃん。いい。
本当そうなんだよ。だから、まあ、そういう状態で神社とかにご挨拶みたいに行く感覚だから、特に神社に行って運を上げるとかっていう感覚はないのよ、我々には。だって常に自分がいいんだから、最高でしょ。そうだよね。そうだから、機嫌が悪くなることをね、で、また世間は、皆さんのね、機嫌を悪くする誘惑みたいにいっぱいありますよ。ニュースだろうとね、今の政治家の問題だろうと、政治家何やってんだよとかで税金ばっかり取りやがってみたいな感じで、たちまち機嫌が悪くなる。そう、でも、それは政治家どうのこうのじゃなくて、やっぱり自分の機嫌が下がっちゃうのは、自分の運勢も下げてるんだって覚えておいてほしいのよ。そう、でもそれを聞いても正しくいたいってなったら何回も言うけど、あなたの人生です。そう、でも、なんでもさ、やっぱそういうのを機嫌よく、見られるようにって、ひとりさんがいろいろ教えてくれてるのは、要は最終的には俺はだよ。なんか自分の機嫌を自分で取れるように、そのいろんな角度でね、こういう考え方らしたらいいんじゃないとか、こういう見方でいいんじゃないっていうのを教えてくれてると思ってるのね。そう、だからそう、自分の機嫌取るってすごい、大切なことだし、で、もうちょっと話進めると、あるんですよ、進んだ話が。おー、みたいな。あのね、まあこれ信じる信じない別でいいです。あのね、まあ俺もひとりさんも、まあひとりさんに俺も教わったっていうか、ああなるほどと思ったんだけど、皆さんって神様の存在ってこの中で信じる信じない別だよ。別に信じても信じてもどっちでもいいんだけど、あの俺たちやっぱ神様っていると思ってるのね。まあただみんなもいてほしいとか言っちゃうと、いるって考えてくださいけど、そういうこと言ってんじゃないよ。そうじゃなくて、俺たちが考える神様っていうのはすごいなんつう、まあ完璧っていうか、ね、完璧じゃん。で、じゃあ完璧な存在って何ですかって言ったら、誰にも機嫌を取ってもらわない存在のことだよねって話。そうなんだよ。そうだから、そう考え、俺たちは神様はそういう存在だって思ってる。誰にも機嫌取ってもらわなくて済むじゃん。神様なんだから。そう。だとしたら、人間もね、多分そこに近づきたいみたいなのあると思うんだよ。だから、よくね、悟りとかね、いろいろ難しい話してるけど、俺たちが考える悟った状態っていうのは、自分の機嫌が自分で取れた人のことを言ってると思ってるの。そう。そう。だから、なんていうのかな、みんなもね、そのなんか難しいこと好きな人は別にやればいいよ。でも、この一点ね、自分の機嫌を自分で取るっていうことに集中して考えれば、やっぱりなんかすごく悟りに近い状態になるんじゃないか。だってあんまりなんかイライラしてる人見てさ、あの人悟ってんなとかね、ないよね。ないと思うよ。だから、ほんとみんなもね、このことを覚えておけばすごくわかりやすいし、で、やっぱ自分の機嫌をね、取るのはすごく大切だなってね、すごくわかりやすい。で、何回もね、これ言って申し訳ないけど、自分の機嫌を自分で取れる人っていうのは、知らず知らずにいい運も引き寄せてるからね。そう。ほんとそうなの。だってさ、何回も言うけど、運がね、なんか自分がイライラしてさ、またイライラしてる時ってね、本当にいろいろあんだよ。そう。いや、本当になんかちょっとさ、なんか足の小指を机にぶつけたとかさ、そう、いろいろ起きるじゃん。まあ、それ大小ね、かかわらずね。でも、そういう状態で運をね、引き寄せてると思わない、いい運をね。そう、だから、やっぱ機嫌が悪い時っていうのは、なんつうかな、逆に言うとこのまま行ったらダメだよみたいな運のことはね、そう引き寄せてるけど、やっぱり機嫌がいい時っていうのは、いい運をね、どんどん引き寄せてるの、知らず知らずに。そう、だから本当にいいこと起きるよって、自分の機嫌が全てなの。そう、本当に。だから、そのことをね、で、また、なんていうかな、そうは言ってもね、やっぱり私はできますって。でも、相手がいる場合難しいですって場合あるんじゃん。例えば、自分はね、ここで講演会に、いい話聞いたとか、楽しい話聞いたとかって、ニコニコして帰って、お家に帰りました。旦那さんがいます。また怒っています。みたいなさ、それ見た瞬間に、ああ、今日あんな楽しい気分だったのに、とかと思うじゃん。そうだけど、その時ね、じゃあ相手はどうすればいいんですかって、これは究極に言うと放置です。放置しかないのよ。で、機嫌が悪い人と喋っちゃダメだよ。だって相手が独白に決まってんだから。そう、機嫌が悪い人は必ず毒があるんだよ、言葉に。喋っちゃダメ。それじゃ近づいてもダメ。そう、だから離れて、近づかないで、なるべく会話も交わさない。そして時間が経てば勝手に機嫌良くなるんだから。そう。それをみんなは、すぐ機嫌取るからダメなんだよ。そうだね。ダメ。で、また皆さん経験あると思うけど、
相手の機嫌取ってて自分の機嫌が保たれるってないからね、絶対に。自分まで下がるよ。そう、そのうちね、些細なことで喧嘩に発展するからね。そう。だから、本当に相手の波動に合わせちゃダメなんだよ。たとえ彼女だろうと、旦那さんだろうと、奥さんだろうと、ああ、もうね、みんな顔見たらわかるんだから、すぐ。顔から波動って出るんだから。そう。で、また、だから俺たちもやっぱ顔って重要なのよ。なんかね、機嫌いいのに、なんていうのかな、機嫌悪そうに見えるってのはちょっと損なんだよ。そう、だから、ほんとそうなんだ。でも、たまにそういう人いるんだよ。すごい、なんか心の中すごいニコニコ幸せなのに、なんかなんて、能面面っていうか、仏頂面っていうか、まあ、ちょっと笑顔でいた方がいいよ、絶対に。そう、ほんともったいない。よくクールだとかって思われたけど、損だよ。だって、機嫌悪く思われるんだから。だからちょっと自分なりににこやかにしてようよって話。そう、だから自分なりにね、ほんとにこやかで軽やかな笑顔でいいんだからね、いきなりだって何もないのに、あはとかって笑ってるの。危ない人だって思われるからね。ほんと。だから、ほんとに機嫌がいいとき、やっぱまあ自然に顔もほころぶと思うのよ。でもやっぱ機嫌が悪いときの笑顔もできないよ。多分やったとしたらすごいキモい笑顔になると思う。そう。だって心がすごい機嫌悪いのに、笑顔を頑張ろうとかって言ったら、すごい怖い笑顔なの。大丈夫そう、だから、やっぱこれは機嫌がすごい大切だよって話で。で、じゃあ、まあ、さっきも言ったように、機嫌が悪い人には、なるべく口聞かない。なるべくどころか口聞かない。そして、ちょっと距離と。ね、ちょっとね、ちょっと距離取って、まあなんか旦那さんが茶の間にいたら自分はさ、なんか何度とかあっちの方行っちゃうとか、わからないけど。とにかく一緒にいない。そして絶対機嫌は取らないこと。そう、そのことをね、まず覚えておいてもらうのと、あと、やっぱり自分の機嫌もさ、たまにね、なんかそう言っても、いきなりちょっと事故じゃないけどさ、ちょっと自分が思いもよらないことでショック受けて機嫌が悪くなっちゃう、気分が下がっちゃったりすることってあるじゃん。そういう時どうすればいいんですかっていうんだけど、そういう時は、まあ、確かに事故みたいなことはあるのよ。でもそれを、なんか変に自分のせいとかにしちゃダメだよ、まず。要はさ、なんかみんな真面目な人って、ちょっとショックなことがあったり、なんかね、ちょっと機嫌が悪くなることがあると、なんか自分の波動がいけないんでしょうかとか、すぐやり出すの。事故です事故まず事故ね。あと、じゃあ普段の心がけは、まあ、一言で言っちゃえば感謝を忘れないことかな。そう、感謝をね、忘れなければ自分の機嫌が悪くなるってことはないよ。でも何回もね、これ繰り返し言いますけど、自分の機嫌が悪くなるイコール波動が下がる。波動が下がったら運も悪くなるね。このこと覚えておいてほしい。だから俺たちは繰り返しこれをね、教えてあげたいの。で、本当に何回も言うけど、自分の波動がね、いつもいい状態っていうのは何回も言うけど、悟ったような状態に近い状態だし、本当にいつも神様と一緒にいるような状態じゃん、それって。そしたらね、本当にパワースポットがさ、もうどこに行ってもパワースポットじゃん。ね、よく自分がパワースポットみたいに言ってるね、あのホストの人とかもいるけどさ。いや、別にそれはそれでいいと思うよ。でも俺たちは、一人さん仲間はね、もっと一歩進んで、何がパワースポットなんだろうって考えた時に、自分の機嫌を取れる人は本当にね、何回も言うけど、神様と本当一緒にいるような状態なんだから、いいことが起きて当然なんだよって、当たり前のように起きるよって話。なので、そのことを覚えておいてねって話でした。以上でーす。いや、素晴らしい。めっちゃいい話。素晴らしい。もうみんなのね、こうなって、みんなのね、なんかやっぱ聞き分けがいいからね。そう。講演会も早く終わると思います。あ、それは違う。それは違うとか。残念だな。そういう話で。なあ、でも大丈夫。難しくないかな。そう。だから今言ったね、そんな難しいことじゃないよ。そう。あとね、昨日ね、ちょっと、なんて質問もあったんでね、ちょっといい話だなって思ったんだけど、最近さ、まあ、ひとりさんも本出したけど、なんか聞き上手になるためにはどうすればいいんですかって質問結構あっちこっちでもらうのよ。で、いや、なんかみんなね、俺のこと褒めてくれて、達也さんってすごい聞き上手ですよね、みたいなこと言ってくれて、特に何か意識したこともないのよ。で、ひとりさんもほんとそうなの。でもひとりさんも最近ね、新しい本、聞き上手の話ね、ただあの本俺読んでてすげえなって思うんだけど、これさ、って、聞き上手の本じゃなくてひとりさんが言いたい放題言ってるだけ。すごい本だよね。でも、あの本ちゃんと読んでると、なんかちゃんとね、聞き方の、まあ、テクニックって俺たちはないから。ただ、一番重要なのは、その相手にね、愛を持って、
こうなんていう、その聞く姿勢みたいなものをね、あの出してあげればいいんじゃないっていう話、まとめて言うとそういうことなんだよね。すごいまとめて、ものすごくまとめたけど。あと、バカずかな。あ、あとね、もう一個重要なことがあるの。あのね、じゃあ何でも聞き上手がいいのかっていうと、そういうわけでもないのよ。だってさ、なんていうん、教えてもらう人が間違ってたと思う。そうなんだよ。だから、そういう場合もあるんだよ。だから、何でもかんでも聞く方がいいっていうことにはならないよ。そう、だからね、あの、自分の中で判断してもらって、これはね、ちょっと違うなって思ったら、何でもかんでも自分の中で入れなくていいしさ。そう。で、あと、昨日出た話は、なんていう、すごい話が長い人っているじゃん。なんか、なんつうの、そういう人って多分特徴があって、一から話すの、状況から何からこういう状況で人がこういう風にいてとかって、それずっと聞いてたら日が暮れちゃうんだけどね。でね、そういう人の話をね、どうやったらうまく切り抜けられるんですかみたいな話があった。これは、ほんと何回も言うけど、愛があれば、なんつ相手の話が、あ、例えばこの人はこういうことが言いたいんだ、だって話の途中で分かってくるはずなんだよ。そしたら、こっちでまとめてあげちゃう。あ、分かった。それってさ、ってこういうことだよねって言ってあげちゃえばいいの。そしたら、あ、そうなのよ。なんで私の言いたいことが言ってよかったのバカズです。でもこれも、人の話の腰を折るってことじゃなくて、愛があったら大丈夫なんだよって覚えておいてほしい。でも、なんかちょっとタイミングとかいろいろありますよねとか質問があるから、それは場数を踏んでください。そう、場数を踏んでください。そう。でも本当そうなんだよって話。だから、聞き上手が話し上手なわけじゃないっていうね、ことも。でもただ聞くときには、愛を持って人の話を聞いてあげればいいよって話があるんだよねって話。あとさ、なんていう、さっきもね、冒頭で言ったけどさ、みんなに拍手は大きく、うなずきは大きくみたいな話したじゃん。みんなもじゃあね、逆に言うけど、なんつう、話をさ、自分がしてる側でちょっと想像して聞いてね。あのね、自分が一生懸命話してる時にさ、相手がなんか斜め向いて携帯なんか声でやっててさ、あの、すっごい自分が熱持って話してるのにさ、あ、この人聞いてんのかなって。そう、でもそう思うと自分の熱下がってっちゃうじゃん。そう、だから、これはやっぱりね、なんつう、聞き上手ってよりかは、やっぱ聞く方にも愛があれば、やっぱりなんか話す方もね、すごく話しやすいっていうか、そう、本当のね、あの、いい話も引き出せるって言った方がいいのかな。そう、そうなんだよ。そう、だからやっぱ聞く時の態度とか、態度とかじゃなくて、やっぱり何でも愛があったらうまくいくんじゃないって。だって愛があるのにさ、なんかこんなバーンとか斜めなんか向いてたら鼻くそなんかほじってないの。絶対聞いてねえだろ、こいつは。まあね、ちょっと質問が最近あったんでね、そういう話もさ、覚えておくといいんじゃない？聞くときのコツね、っていう話。愛があったらね、大丈夫だよって話なんだけど、まあその話は終わりです。以上です。はい。ありがとうございます。素晴らしい。皆さん、あのですね、あの、お知らせがありましてですね、あの、次のお話が最後なんです。時間的にね、最後のお話なんですが、皆さんにちょっとお願いがあります。これは最近ちょっとやってるんだけど、次のお話がね、俺がね、今から皆さんって次のお話が最後のお話ですって言うから、そしたら皆さんはすごいわざとらしく、とか、やだーとかで、ね、終わらないでーとかって言ってください。いいですか？そして、これは前もって言っておきますが、声が小さい場合、やり直しもありますから。OK ですか？ぶっつけ本番でいきます。すごいわざとらしく俺言うから。はい、いいですか？ぶっつけ本番だよ。じゃあ皆さん、今からお話しするお話が、最後のお話でーす。はい、どうぞ。素晴らしいと思うんですが、あの、ちょっと個人的に飛び抜けてた人が、あの、いるんで、皆さんでっていうことなんで、ちょっとやり直しをしたいと思います。すごくね、飛び抜けていい人がいましたが。で、皆さんもね、もうちょっとお腹の中から、あの、ね、大きい声で言ってください。よろしいですか？じゃあ行きますよ。テイク2！ はい。皆さん、今からお話しするお話が、最後のお話でーす。はい、どうぞ！やだやだやだふざけんなやる気出せはい、皆さんありがとうございます。ありがとうね、ズームのあやちゃんもね、ありがとう。
これ盛り上がるでしょ。あのね、これは、だんだん良くなる未来は明るいの話。で、これ1日1000回言ってください。21日間言うのね。終わり。これやだーとか、ものすごい前振りしちゃって、ふざけんなーって言われそう。いや、これちゃんと言います。ちゃんと言いますよ。あのね、だんだん良くなる未来は明るいってすごいいい言霊なのよ。いや、それでね。いや、何がじゃあみんなにちゃんと教えてあげたいかっていうと、いや、この中で皆さんに質問しますけど、悩んだことがない人っていますか？あの、私悩んだことね、ないですとかね、生まれてこの方ね、全然悩んだことないですとかって、で、俺が、はーいとかって、ね、お前かみたいな、なんでお前の話を聞かないで質問してるの。いや、何が言いたいかっていうとさ、みんな悩んだ時の感覚って嫌な気分じゃない？なんかね、何も手につかないとかさ、ご飯も喉通んないとかさ、本当にやる気が起きないとかっていろいろあると思うんだけど、これね、ズバリ言います。暇です。要は止まってんのよ。そうだから、ご飯も食べられないとか何も手につかない。暇です。いやで、いやみんなはね、例えば、なんだかなと思うことがあった時に、その感情のまま放置しちゃうんだよ。要は簡単に言うと、さっきさ、波動の話したよね。そしたら、要は悩んだり苦しんだり、もうね、ずっとしてる状態っていうのは、簡単に言えば波動が下がってんのよ。波動が下がってるイコール、運も下がり気味になってるって言ったよねって。そしたら、要は悩んでる時間が長ければ長いほど、やっぱり運も下降気味になってます。だってみんなだってどう？なんか悩んでる時に絶対いいことありそうってある？なんかいい予感がするんですとかってないよね。絶対多分ちょっと底なし沼に行っちゃうような感覚になるじゃん。そうで、要は実は悩んでる時ってチャンスなんだよ。要は悩んでる時にみんな感情のままなんで俺ばっかりとかね、なんで自分がとか、そういうことを言ってね、こんなことね、なんで私がみたいな感じの、そう感情のまま出してるから、それが言霊になって波動になっちゃうんだよって教えてあげたいのよ。で、じゃあ悩んでる時にちょっと言いたくない気持ちはわかります。だけど、悩んでる時に、それ言う時こそ本当だんだん良くなる未来は明るいって言ってると、ちょっとずつだけど、なんか大丈夫かなとか、なんかね、これもなんかすごくね、大きく問題が感じたけど、なんか大丈夫かもしれないって気になってくるんだよ。そうすると本当に自動的にみたいに問題とかも結構解決してっちゃったりするんだよって話があるのね。で、要は簡単に言うと悩んでる時は暇。そう。で、まださ、ほら、じゃあ若い子たちがよく今スマホばっかりやってとかってあるじゃん。あれって何もしないよりマシなのよ。そう。そう、あと、人間って動いてる時って悩んでないで、みんなもちょっと思い出してみればわかるけど、例えばじゃあ社交ダンスとかこの中でやってる人いたとするよね。あの社交ダンスやってる時にね、あのクソババアとないからね。要は、そう、あの運動してる時とか、あの、こう動いてる時って、あの、なんて簡単に言うと、そう悩めないようになってんのよ。運動って陽のエネルギーなんだって。陰のエネルギーじゃなくて、そう、動くエネルギーだからね。それでも、そういう時は、でも、みんなだって、ね、起きてる間ずっとダンスしてないじゃん。いくら元気な人だってずっと踊ってられないよ。やっぱりみんな悩んでる時って落ち着いたりさ、ちょっと物事はね、なんかいろいろこう整理できた時とかにまた悩みみたいなのがやってきたりするのよ。でもその時にそのままにしとくからダメなの。でもだんだん良くなる未来は明るいって、いや、あの、ほんと、そういう時こそチャンスだって思ってもらえて。そうすると、すごくね、あの、自分が運がね、運っていうか波動が下がってるなっていう時は、実はすごく波動が良くなっちゃうチャンスなんだよ。で、また、悩んでる時の方が真剣にやるから。でも、普段から何でもない時はやるっていうのは、悩んだ時人間って、なんとパニックになっちゃったりするから、そういうことも忘れちゃうのよ。そう。だから、普段から言ってなって1日1000回。で、何回も言うけど、やっぱりこの先も悩んだりとかさ、苦しくなったりとかね、なんでかなって思うことは人間関係とかね、いろんなことであると思うよ。でもそれでもこの言霊を知ってて、悩んだ時苦しい時、なんだかなって思う時、だんだん良くなる、未来は明るいってずっと言ってると、なぜだか心がちょっとずつ軽くなるの。そうするとなぜか問題もすごい自動的みたいに解決しちゃうのね。よくさ、あの、いや、ひとりさんもね、マルカンの会社やってていろんな問題がね、上がってきたりすると思うんですけど、どうやってね、一個一個解決してるんですかっていうのが、簡単に言うとね、してません。してませんっていうよりも、もう解決しちゃうのよ、自動的に。
そうだからすごい、しかもすごいいい方法で、いい方向っていうかな、いい方向っていうか、うん、いい方向っていうか、だから特にあれこれね裏でいろいろやったとかってないよ、うん、本当に報告は受けるけど、じゃあその問題に対してただ放置してたわけじゃなくて、だんだん良くなる、未来は明るいって俺たちはもうそういうな、そう信念みたいになっちゃってるから、本当に問題が起きても、ね、いい方に勝手に解決しちゃうのよ、うん、それがみんなもどんな悩みでもね、状況とかさ環境とか人も違うからいろんな悩みあると思う。だけどその悩んだり苦しんだりした時ほどチャンスなんだと思って、だんだん良くなる、未来は明るいってね言い続けてほしいのよ。そうっていう、だからみんなは悩んだり苦しんだりした時にね、そのままの感情で言葉に出しちゃうからダメなんだよっていう、そう話、それが自分のね波動を下げちゃってる原因にもなってるからねっていう話なんだけど、今日の話は難しいですか？大丈夫？はい、以上です。ありがとうございます。素晴らしい、皆さんのおかげでございます。ありがとうございます。2割分くらい話できたよね。大丈夫。じゃあちょっと一旦止めますね。